どうも石原裕次郎です。違うか、吉田サラダです。富山県在住お笑いコンビ物言いの吉田サラダさんが今回旅するのは蜃気楼が見える町、富山県東部に位置する魚津市。これは早く食べたい。地元で愛される名店の味に、漁港ならではの絶品グルメ、さらに魚津で続く伝統技術を体験。イエーイ、かっこいい。今回はちょっとディープな魚津をお届けします。今回の旅はですね、僕には相棒がいるんですよ。その相棒はこちらです。綺麗なお花です。違うか。こっちこっち。旅の相棒は市内5カ所で借りられるレンタサイクル。魚津の中心地だけでなく、海沿いを走る蜃気楼ロードは県内随一のオーシャンビューを誇り、サイクリングにぴったり。風が気持ちいいわ、涼しい。ララ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 ラ。ここにね、地元の人に愛されてるラーメン屋さんがあるって聞いて、ああここだここだ。訪れたのは魚津の名店、手打ちラーメン山屋です。こんにちは。いらっしゃいませ。いや、めっちゃ雰囲気ありますね。うわ、歴史感じる。お店は何年ぐらい？70年ぐらい。70年、ね、あ、もう、わすごい古い写真。これ初代ですか？そうですね。昭和20年代、もともとは屋台から始まったこのラーメン店。その当時から今も変わらず70年間愛され続ける味があるんです。きたースープ付きとって美味しそう。醤油ベースに鶏と豚の旨味が詰まったワンタン麺。スープからいただきます。あー、優しい。しみる。いや、めちゃくちゃ美味しいですよ。そしてこのスープに絡むのは自家製の手打ち麺と手作りワンタン。うん、うまっ。コシがあって麺の味もしっかりしてて、ワンタン旨味がギューって詰まってめちゃくちゃ美味しいです。これは地元の方に愛されるっていうか、みんなに愛されますよね。さらに富山ならではのおぼろ昆布が巻かれたおにぎりも人気。70年変わらない味を店主の辻さんは守っています。僕ちょっと心配なのがご主人の後は。いや、もう考えてないですね。逆には。息子さんはいらっしゃる？います、います。息子さんの友達でもいいんで。友達でも。この味は絶やしちゃダメですよ。昭和な雰囲気を残す商店街を抜け、サラダさんがやってきたのは110年続く老舗仏壇店。ここである体験ができるんです。こんにちは。あ、こんにちは。あ、どうも。うわ、びっくりした。菅正樹さんですか？違うか。ありがとうございます。ちょっとなんすか。どういう体験させられるの？仏壇屋さんですか？うちは実は作ってるところなので、はい、丸太から全部製材して漆を塗って金箔を貼ってっていうことまでやっているところなんですけど、さらに文化財の修復や漆や螺鈿、彫刻の技術を使った日用品やアクセサリーの製造も行い、伝統技術を継承し続けています。そしてその技術に触れるぐいのみへの絵付け体験がここではできるんです。かぶれる心配がない漆を使って描くのは、いや、これ難しすぎるでしょ。こんなん描けないですよ俺。いや、一見難しそうなんですけど、いざ描いてみたら、あ、俺ってすごいやん。いけます？まずは鉛筆で下書きをして、その上から漆で描くのですが、使うのはイタチの毛で作られた細い筆。できれば息をはぁ吐きながら書いていただくと線がまっすぐ書けます。まあ、筋トレと一緒ですね。吐きながら。
ちょっと口笛になってましたけど、すごくいい感じだったですね。息吐くって先生言うてたから。筆の使い方に慣れたら、先ほどの下書きに沿って漆を塗っていきます。丸いぐいの実に線を描くのは繊細で集中力のいる作業。もういいですよ、いいですよ。はい、だけ描きました。職人じゃないですか。職人乗せますね。顔も職人になってますね。なんかね、自分でも才能あるんちゃうかなって思えてくるんですよ。コツをつかみ始めたサラダさん、何やら鶴以外にも描きたいものがあるようで。いや、文字難しいですね。最後に漆の上から金粉や銀粉をまぶして完成しました。イエーイ、かっこいい。そして文字もね、これはビールジョッキです。違うか。言葉を書くのは佐田さんが初めてです。あ、そうですか、はい、自分の書いた鶴でお酒飲んでいい酒飲めますよ。あ、もう自分の家に寄ってください。自分のギャグにも寄れる。うわ、いい酒になりそうですですね。やっぱり漁港の近くに来たらお魚でしょう。お魚食べたい。魚津漁港すぐそばにあるのが朝どれの新鮮な魚が食べられる魚津丸食堂です。はい、うわ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 、来た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 、うわすごい光ってますよ。魚津漁港で獲れた甘エビを丁寧に手剥きし贅沢に乗せた一品。これは早く食べたい。これうわうわ綺麗。いただきます。どうでしょう。うまい。口の中でねプロンプロン弾けまくって、エビのうまみと甘み、めっちゃ甘ないですかこれ。甘いです。鮮度がやっぱり良くないとこれぐらい甘くならないんで、はいはいはい、食べるのは早ければ早いほど甘いんですか。はい、こんなに甘いんだ。そしてわさび醤油をかけてご飯と一緒に。醤油かけても最高。ありがとうございます。醤油かけた方が甘みが引き立つっていうか。そうですね。はい、やられました。さらに魚津丸食堂にはこんなメニューも。特大アジフライです。これ特大すぎるでしょ。これ大きさ分かりますかね。俺の顔大きいんであんま分からないでしょ。これ全然ちゃうやん。めちゃくちゃでかい。モテますか。ちょっと重いんすよ。指疲れるわこれ。でっか。あ、外サクサク、中ジューシー、じゅわーっとくる感じで、大きいからなんかお味なんかなと思ったけど全然そんなことなくて、繊細な旨味たっぷり。魚津の味は脂が乗ってますね。いや、そうですね。これらのメニューは魚津の魚を知り尽くした従業員全員で考えているそう。地元に根付いた食材だったりとかっていうのを使いながら、みんなに知ってもらうっていう役割をしたいので、皆さんでやっぱり考えてますね。なるほど。俺後でスタッフの皆さん全員と握手して帰りますわ。ありがとう言うて、こんな美味しいメニュー開発してくれたんや言うて。